皆さん、ごきげんよう。今日はおひな様とおだいり様になりきってごっこ遊びをするよ。はい。ひめちゃんがおひな様、はい、おうくんがおだいり様だよ。はい。3月3日はひな祭り、みんなで準備をするよ。はい、はい、あれ、ひなあられがない。ママ、ひなあられないよ。ないよ。困ったなぁ。今年はひなあられ用意してないよ。どうしよう。え？何の音？カシャカシャ？ほほほほほほ。私はガムオフックのプリス。ひなあられがないんだって？これなんてどうだい？この風船の実はフルーツの実に見立てた3種類の小粒ガムが入っている風船ガムだよ。ブルーベリー味にもピーチ味にも3つの味が入ってるんだ。こっちがピーチ味、こっちがブルーベリー味。レインボーカラーのパッケージやカシャカシャ音の鳴る楽しい容器に入ってるんだよ。じゃあ聞いててね。うん。どうだい？すごい。じゃあクイズに答えられたら風船の実をあげよう。どっちが多くもらえるかな。頑張るよ。頑張るよ。第1問。はいはい。風船の実のパッケージに書かれているキャラクターの名前は何でしょう。名前。そうそう、これだよ。わかるかな。何回でも答えていいんですか。いいよ。じゃあ何でもいいから言っちゃって。ガムおばけちゃん。惜しいね。惜しいの。その雰囲気、雰囲気が大事だよ。ふーって感じ。ほう、ふーちゃん。あ、どう。惜しいよ。ええー。おーくんはふーちゃんって言ったね。近かった。近い。ヒントをあげよう。ふーちゃん、ちゃんのところを他の言葉に変えてみてね。人を呼ぶときはなんて言う。ふーさん。ふーさん。成功。ガム王国のプリンス、何個くれるんですか、ガム。何個欲しい。まずは5個欲しい。いいよ。やった。ブルーベリー味とピーチ味、どっちがいいかな。ピーチ味がいい。ブリーブリー。はーい。5個ずつもらったよ。それじゃあいただきます。ちょっと待った。何。この白い大きいの1個だけ食べてみて。そうそうそう、これ。じゃあいただきます。はい、ここで第2問。ん、今食べている白くて大きいガムは何味でしょうか。あ、分かった。ヨーグルト。おうくんは。おうくんもヨーグルト。成功。やった。またまた正解。2人とも連続正解。すごい。うん、うん、どう、美味しい。うん、美味しい。問題2を正解したからガムをあげるよ。やったー。と、ここで第3問。はい。今からガムを出すから何色が出るか当ててね。うん。3種類あるからね。うん。まずはオウくんから。一番最初に何が出てくるかってこと。そう、ピンクと紫と白があるよ。何色が出るでしょうか。ピンク。ピンク。あー、するよ。さあ、何が出るかな。ピンク色が出たよ。オウくん大当たり。オウくんお見事、正解です。わー。じゃあ次は一回シュッと出すからガムが何個出るか当ててね。何個出るかな。3。3個。うん。じゃあいくよ、せーの。おいしょ。え、何個。あ、3。3個。3個だ。おうくんお見事、正解。はい、じゃあおうくんはこのガムをあげるね。さっきの合わせて8個。いいな。そして第2問も正解したからさらに5個あげるよ。うん。おうくんのガムは現在13個。イエーイ。次は姫ちゃん。はい。第3問。うん。ひめちゃんはピーチ味のガム。はい。
じゃあ何色が出るかな。ピンク色とオレンジと白。じゃあオレンジ。はい、シャッフルシャッフル、せーの。あ、2個出たけどオレンジ。うん、姫ちゃん大正解。姫ちゃんすごい、当てちゃった。やった。じゃあ姫ちゃんは正解したからこのガムをあげるね。やった。けれど2個入ってるから1個私がいただくよ。おいしい。続いて姫ちゃん、次は一振りで何個出るか当ててね。じゃあ4個。4個。じゃあいくよ、うん、せーの、よいしょ。1 1個だった。姫ちゃん残念。けれど第2問を正解しているから5個と、じゃあこれもあげるね。うん。はい、現在姫ちゃんは11個。2個差。奥君が13個だから、そうだね、2個差だね。続いては第4問。はい、私ガム王国のプリンスが好きな味はどれだ。好きな味、この中の一番好きな味ってこと。はい、5種類もあるから。そう、5分の1の確率だ。ちなみにブルーベリー味の中には3種類味が入っていて、大きい白いのはヨーグルト味で、ピンクは酸っぱいブルーベリー味、紫はブルーベリー味だよ。ピーチ味の中にも3種類味が入っていて、大きい白いのはヨーグルト味、オレンジ色は酸っぱいピーチ味、ピンクはピーチ味だよ。わかった、白味、あれ美味しいから。ヨーグルト？うん、めっちゃ美味しい。姫ちゃんは？じゃあこれ。ピンク色？そう。正解は私の手の中にあるよ。白、見せるよ。白、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 白。じゃあ。正解は紫色。ブルーベリーのね、味がすごくして美味しいんだよ。ああ、外れちゃった。美味しい。はい、2人ともガムはなしです。まだ次の問題があるからね。はい、第5問。はい、私ガム王国のプリンスが風船ガムを作ります。はい、はい、その風船ガムはガム何個を使ったか当ててね。見ないでね、ちょっとあっち向いてて。見ないでよ、うん、奥見えてるんじゃないの、大丈夫。そのカシャカシャ音で分かっちゃうかもよ、それヒントじゃないですか。今のなんか西色ハートが、え、いや絶対引っ掛けだ。西色ハート引っ掛けかもしれないよ。はい、こちらみんな数えてね、何個あるでしょうか。正解はこれだよ。はい、もういい？いいよ。じゃあこれを今から食べるね。うん、そしてガムを作るよ。はい、おいしい。めっちゃいい香りする、うん、さあ何個かな。大きさで予想してね、うん、では膨らますよ。はい、ヒントは小さめの風船ができると思う。いくよ。これぐらい？なんか唇が結構大きかったよね。そんな小さくはなかったよ、うん、さあ予想してください。はい、何個で風船を作ったでしょうか。え、なにこれ、なにこれ。大きさから予想してるんだよ。これぐらいだからどうなったかっていうのを、うん、それでは王くん、お便り様から答えをどうぞ。20個。20個。うん、姫ちゃん、おひな様は17個。おお、正解はドルル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 じゃあ最終問題ということだったので、ガム最終的に何個もらえたかな、数えてみよう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、10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 
13個か。うん、ほうくんは13、ひめちゃんは11ということで、ほうくんの勝ち。わー、
じゃあもらったガムで風船を作ってみよう。はい。じゃあ姫ちゃんは11個全部食べて。うん。オー君は少し減らそっか。じゃあオー君6個食べてね。ではいただきます。せーの。うん、いい音する。お、いい香り。ピーチ味とブルーベリー味で混ざっていい香り。おいしい。たくさんもらえてよかったね、ガム。うん。ねえねえ、ガム王国のプリンス、どうしたんだい。私たちもガム膨らましたい。では膨らませ方を教えてあげよう。やった。まずはガムが柔らかくなるまでよく噛んでね。柔らかくなったかな。なったよ。では説明していくよ。はい。これ口の中ね、歯があるじゃん、歯があるじゃん、うん、上の歯、下の歯、うん、ちょっと開く。そしてここにガムを置きます。歯の裏に。そうして舌で少しこのガムを押すの。破らないように気をつけてね。キュッと押して舌を引くと同時に息をふーってやるの。そう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 。お、いいぞいいぞ。まずは姫ちゃんおひな様から。ふんふん。そう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 。お、いいぞいいぞ。おくんおだいり様は。顔がかわいい。おくんは一度も膨らませたことがないから今日できるといいな。うん。姫ちゃんもやってみて。だんだん。お、上手。お、すごい。うわーい。やった、姫ちゃん上手にできたよ。うん、楽しい。ガム王国のプリンス、はい、お手本見せてください。大きいのがいい、中ぐらいがいい、小さいのがいい。え、今小さいのがいいってこれぐらいだったじゃん。そう、小さいのこれぐらいなんだよ、私の中では。で、中ぐらいがこれぐらい、大きいのがこれぐらい。よし、とっても大きいのを作ってあげよう。やったー。いくよ。うん、いいですね。うん。さあ、大きいの作れるかな。プリンスだからね。まあまあかな。うん。姫ちゃんもやってみて。はい、じゃあいくよ。おお、姫ちゃんの方がすごいんじゃないかい。うん、すごかった。ガム王国のプリンス、負けていられませんよ。あ、すごいすごい。すごい上手。王子もなかなかすごかった。どんどん膨らませて。おお、今度は横向き。いくよ。おお、膨らませるときさ、二人ともすごい真剣だから面白い顔でやってみて。今の最大だね。じゃあ準備ができたら私行きますって手を挙げてね。はい、姫ちゃん。うん。止まった？そこからいけるか。なんか2個目出てきたよ。雪だるま？まだいけるのか。どう今2個できた？できたできた。ひみさんできる2個。うん、わかんない。2個難易度高いよ。そろそろおしまい。おお、大きい。噛み終わったガムは紙に包んでゴミ箱へ捨てようね。うん、大きい今の。じゃあこの紙に出してね。はいはいはい、出したらゴミ箱ね。はい。今年はひなあられがなくて困ったけど、風船ガムがあってよかったね。うん、うん、すっごい楽しかった。うん、じゃあひなあられみたいに入れよっか。うん、風船の実入れるよ。はい。カシャカシャ音も鳴るかな。
せーの。わあ、遠くから見ると本当のひなあられみたい。綺麗、そして可愛いね。いい香り。こんな風になったよ。はい、風船の実で演奏しよう。はい、三三七拍子みんなでやってみようか。はい、せーの。すごいいい音。みんな今年も楽しいひな祭りになったね。姫ちゃん、おうくん、パパ、今日は風船の実で遊んでみてどうでしたか？すっごい楽しかった。美味しいし。とっても美味しかった。結局、姫ちゃんとガム王国のプリンス、どっちが大きく風船膨らませれたのかな？みんな、コメント欄からどっちが大きかったか教えてね。教えてね。姫ちゃん、王くん、このキャラクターの名前覚えたかな？覚えたよ。じゃあせーので言ってみて。せーの、ふんさん。ちゃんと覚えてた。うん、みんなもぜひ風船の実で遊んでね。遊んでね。詳しくは概要欄に書いてあるよ。はいはい、まったね。オウくん、オウくん、ここよ。みんな、わかったかな？それでは皆さん。